ちは、大島です。今回は商品が購入されたら、2ということでですね、前回は商品が購入されたら、専用ページを作るというところまで、ご説明したかと思うんですけども、お次はですね、専用ページが正式に購入されたらということをお話しさせていただきたいと思います。専用ページ、専用ページを作りましたと。この専用ページがですね、購入されると、ソールドアウトと。ソールドアウトとなると思います。で、まあ、ここでいろいろとこう、まあ、画像があってですね、まあ、タイトル、説明文、お金、コメントとかあると思うんですけども、これでコメントでやり取りして、じゃあ、2パターン、ここからあります。そのまま、購入じゃなくて、ただ購入ボタンを押しただけ、ボタンを押しただけの人と、入金した人、この2パターンに分かれるので気をつけてください。ボタンを押しただけの人は確かにソールドアウトになります。入金した人も、ソールドアウトになります。ただ商品が購入されましたって、出るんですね。ボタンを押しただけの人って商品が購入されました。で、入金した人は商品を購入してさらに入金した人なんですよ。ステップ的には自分が購入しないとちょっと分からないかもしれませんけども、商品を購入するとまず、購入ボタンが出てくるわけです。で、購入ボタンを押すとその後入金ボタンが出てくるわけです。で、購入して入金した人が、ここがゴールですね。ゴールというか、まあここが最後、ここですね。ここで初めて、商品を自分こっち側はここで初めて商品を買うと。購入ボタン、ここは入金ボタン、この2つがあるということです。で、間違ってというかですね、やっていただいて、ちょっとここ注意していただきたいのが、購入ボタンの時点で、商品をこっちが発注してしまうと、ここでバックれる人がいるんですね。ここまで、要は入金までいかないで、このまま離脱してしまう。本来は、ここに進むべきなんですけども、そのまま放置、そのまま バックれてしまう可能性があるんですね。この段階だと。で、この段階で、僕らが DNA 発注してしまうと、お客様に直接、送るシステムにしてた場合は、僕らはお金をもらえずに商品だけあげちゃう感じになります。で、顧客直送じゃない場合だと、自分の家に商品だけ届いて発送ができないと。向こうお金払ってもらってないからということ、こういうような状態になっております。だからここ本当に、気をつけてください。僕もこれで実際に何品か、
家にある状態になっちゃったことがあります。で結局まあそれをまた再出品してね、ちゃんと売れればいいんですけども、非常に面倒くさいですし、どれをもう買っちゃっているわけなので、どれかを買ってくださいっていう今までの手法ではなくて、これを買ってください、この商品の黒の LL を買ってくださいとかってやらなきゃいけないので、非常に売りづらいです。ですので、これはですね、ちょっと非常に気をつけていただきたいなと思います。なので必ず入金されましたというページにですね、進むと思うんで、出品中購入、出品中、取引中、取引完了っていう3フェーズにメルカリ分かれてると思うんですけども、ここで次のフェーズに行った時、必ず、入金されましたので発送してくださいと、この表示がですね必ず出ます。この部分、この上の部分ですね、購入ページっていうね、分かると思いますけども、購入ページっていうこのボタンがあって、こうボタンを押すとこういうこういうページの画面になります。なので、この発送してくださいって言って発送ボタンがね、僕らには発送ボタンが出ますので、発送したので、まあなんちゃらって、まあ、忘れちゃいましたけど、発送したので、なんとかっていうボタンがあるんで、これを次押すということですね。なので、ボタンを押して入金されました、発送してくださいってなるんで、そしたら購入で、購入、発送してくださいって言って購入して発送ボタンですね、発送ボタン、僕らが発送するというボタンです。発送したのでって、なんでこの時点で入金されましたと、ちゃんと入金されましたって確認したところで、DENA のページに行って全ての手続きをするということになります。だからここで止まっていてですね、数日間たまにここで止まっちゃってる方がいて、入金すぐ入金できますかって聞いた方がいいです。聞かないと、その入金して、入金する前のこの時点で、ここにはあったんだけど、3日後に例えば入金の時は3日後にこれあるかどうかまだわからないですよね。なので、ここでですね、時間が空く、入金に時間が空く、入金に時間がかかる場合、入金に時間がかかる場合は入金予定を聞くと、これは必ずやってください。入金に時間がかかる場合は入金予定日を必ず聞くと。で、入金予定日の前日ぐらいにここをちゃんと見ておくと。
で、入金する前に一言コメントくださいと、コメントしておいてください。それは今から入金しますよって言われるので、そこで確認して OK だったら OK、 確認して、在庫がなかったらもうそこですいません、ちょっと在庫なくなってしまいましたのでと言って、そこを取り消しましょう。取り消しますので、全然、まあ、実際にここで入金されちゃったとしても、ここに在庫がなくなっちゃったと、でそれ正直に言って、すいませんと、入金していただきましたけども、在庫切れてしまいましたので、ご返金できますので、メルカリですね、このまま放置しとけば、事務局がいろいろやってくれますので、それに従ってやっていけばですね、入金されてもこの取引自体を全部取り消してくれるというシステムがちゃんとありますので、その馬をちゃんと相手側に説明すれば、全く問題はございません。なのでですね、この入金のタイミングですね、入金されたのと発送するののタイミングはですね、常に気を使ってやってください。ただ、今も言いましたけども、購入されて最悪ですね、最悪入金をされてしまって、で在庫がなくなっていたとしてもですね、何のトラブルもなく、メルカリでは処理ちゃんとできますので、そうなってしまった場合は冷静にちゃんとメルカリのそのなんていうんですかね、規定を見ればしっかりとそういう場合の対処の方法も書いてありますし、まあ、僕がこういうふうに言っているですね、何日間かこう経つと相手側にキャンセルできるボタンができたりとか、まあ、こっち側に取り消しボタンができたりとかってするので、まあ、その辺は気にしないで、まあ、気にしないでって言ったらあれですけども、まあ、その辺は、なったらなったでちゃんとできますので、ご安心して、やってみてください。はい、それでは、今回の動画は、以上で終わります。今回も動画を見ていただいてありがとうございました。